はい、皆さんこんにちは。先日からやっていましたイージードラマー3の成果というか、その辺のところをお見せしたいと思います。とってもとっても、このソフトは芸が細かいです。この芸の細かさというのは素晴らしいもので、例えばタンバリンを選んだとします。このミディの下の方にあるこれがタンバリンですが、小説の頭のタンバリンは勝手に2つ入れてくれています。ちょっと見にくいですけれども、ベロシティがこのように2つになっているのが確認できます。そしてライドシンバル1つ取っても、ここで若干の微妙なタイミングずれがあります。こういうところが芸が細かくて嬉しすぎます。じゃあどんな感じにドラムが出来上がったか、ちょっと聞いていただきます。なんかもとってもいいですね。素晴らしいです。連打もいい感じですね。タンバリンも入ってきました。どうでしたでしょうか。エンディングなんかもなかなか自分で考えるとなるとそう簡単にはいきません。そして微妙な三連打ちがとても素晴らしい。ベロシティの管理なんかもとっても優秀です。ここのタムワーク、ここですね、ここなんかもとってもいい感じがしています。そしてここからのハイハットワーク、そしてまあイントロなんかですね。この最初のクラッシュなんかも私が入れたわけではありません。ちょっとここが単純なんで少しヒューマナイズドさせます。今下を見たらベロシティが綺麗に揃っていますけれども、ちょっとヒューマナイズドをかけます。これで聞いてみましょう。いいですね。私もドラマーではないですので、まあこういう風に入れたらかっこいいなっていうことは分かっています。分かっていますけれども、いざ自分が入れようとすると大変です。そして結果だけを見れば簡単というのが分かるんです。ミディの状態ではほとんど触ってませんからね。でもこれをやっていくにあたって
最初のこのバンドメイトから分析をしまして、それをここに入れていく過程ですね。私は時短をするためにここでソングクリエイターのこの機能を使ってまずはここに入れたんですね。例えばちょっとやってみましょう。ここでプラスにしまして、大体のグルーブが決まったらこのようにして入れたわけです。ここからです。いかに編集を早くするかということで、例えば10小節目までですね。ここまででイントロ的なものがあります。ですからそこをどういうふうに割っていくかということなんですけれども、ここでこのように10小節目までを詰めますが、このようにするとここに空白ができるんですね。ちょっと聞いてみましょう。はい、このように入ってない音があるわけです。そういうのではダメですので、ここでちょっと工夫が必要だと思うんですね。このようにコントロールキーを押しながらこれをコピーしていくということになるわけですけれども、このようにですね。そしてそれ一個ずつにですね、若干変えたい部分がありましたら選択をしておいて、エディットプレイスタイルを選びましてね、ちょっとここから雰囲気を変えたいというので、ここでいろんな設定をしていくわけです。そうやってまあ作りましたので、時間的に言えば慣れてくれば 2,30 分あれば今と同じぐらいのレベルまで持っていけます。私は先日からの 6,7 本上げた Easy Drummer 3の解説でかなり勉強をさせていただきました。今のところでは手前味噌ですが、かなり勉強をした部類ではないかなと思います。ですからまあそのように早く編集をできるんですけれども、でも最初はですね、どこからどうやればいいかが分かりにくいです。例えばここでもできますし、それをもう少しイメージを変えていくのにはここでソングスタイルというのがあってですね、ここからもこうやって引っ張ってくるというか、そういうこともできますし、そしてこのグルーブから引っ張ってくるという方法もあるわけですね。そこをどのように使うかっていうのが課題です。でも今回分かったことなんですが、ここにありますグルーブスといって、たくさんのこのパターン、音ネタですね。この音ネタは全く使わなかったです。というのはこの中から、自分の思いのものを探すとなれば、検索システムがとっても充実している Easy Drummer 3でも、ちょっと大変すぎますね。目的にたどり着くのにめちゃめちゃかかるので、ですからこのバンドメイトを使ってやればここにすべて集約されてるんですね。どんなスタイルが一番合うかっていうのですね。ですからこのグルーブスというのを使うことは実際はないなというふうに今私は考えています。浅井先生が弾いてくれたピアノにドラムを入れるというところをちょっと見ていただきました。村長スタジオでした。